いやあ、調子はどうだい？いらっしゃい。今日はすごいわよ。よそのお客が一人来てるわ。久しぶり。待たせてしまってすまなかった。頼まれていた麦の種だ。以前のものよりも多く実るだろう。あら、よく譲ってもらえたわね。さすがアルフィノ、助かるわ。それじゃあ、私は増えちゃった空き家の片付けでもしてこようかしら。ここは好きに使ってちょうだい。とても久々に君と会えた気がするよ。ドマで捕虜交換があった時以来か。私の方はこちらの世界に来てから少し時間が経っているからね。本当に元気そうで何よりだ。こっちで再会したアリゼーからもそう言われたよ。あんなに怒られたのは久々だ。改めてそれぞれの無事を祝そう。そして互いがここに至った経緯を交換しないかい？なるほど。水晶公やアリゼーからも事情を聞いてはいたが、やはり帝国との戦争は。それにタタルにも随分心配をかけてしまったようだ。どうにかしてみんなで無事に帰らなければ。埋め合わせにいい知らせをたくさん持ってね。そのためにも原初世界と第一世界の統合、第八霊災が発生するという可能性を見過ごせない。ウリエンジェが見た未来を私は
本当に起こりうるものだと考えている。彼の証言によれば、原初世界において第八霊祭のきっかけとなったのは、帝国が使った姿なき死の兵器だったらしい。間違いない、クロバラという毒ガス兵器だ。私はガイウスと共に各地を巡っていた時に、その再開発が進められているのを見た。ガイウスはそれをかつて廃棄した研究だと言った。しかし、人の争いが絶えない限り、一度生み出された兵器は完全に消えることはない。原初世界で今ある黒バラを破棄するだけでは、完全な問題解決にはならないのだ。そういった意味で、私たちが第一世界に呼ばれたのは幸運だったんだ。私たちと水晶校の知識を合わせることで、世界の統合が起こる真の条件がある程度見えてきた。詳しくはいずれウリエンジェ本人が話すだろうが、世界の統合はする側とされる側、両方が重篤な危機に直面することで発生する。そしてここ第一世界側の危機というのが罪悔いの問題なんだ。だから私はこれを解決したい。それに、たとえそれが自分の生まれた世界のことでなくたって、目の前に苦しんでいる人がいるのを見なかったことにするなんて嫌なんだ。そのための足がかりとして、世界政府を自称し、事実大きな権力を持つという都市ユールモアを知ろうと思ったんだ。これからすべきことを定めるために、よければ君にも同行してもらいたいのだが、どうだろうか。嬉しいよ、久々に君と旅ができる。改めてこちらでもよろしく頼む。